と今日はあのお掃除を日課の日課じゃないちょっとだいぶ散らかってきた。おこれちょっと向こうから、うん、あ床がだいぶ来てますね。コロコロ絨毯、これもコードもいいかと、ね、結構すぐたまるな、うん、取るときは床下収納でよし、これでコロコロあるかな、あったこれですね下ろしていい、うん、よし、まあ、ほんまにここだけなんですけど汚れるのここだけやもん。ここがまた黒やし目立つよな、うん、はじめこれ黒じゃなくて、うん、あのちょっとカーキがあったんで、うん、ここなカーキがあったんですけど、うん、あの若草色やってちょっと違うちょっと違ってる、ね、惜しいって感じやってる、なんか芝生みたいな色やってるちょっと可愛らしい感じになってるの。こういう色っぽく見えたんで買ったんですよ、うん、なあ、そしたら若草色やってちょっと雑貨屋さんに合いそうな、ちょっとそうそう、ちょっと可愛らしい色やってんな、イノブンって感じ、あ、そうそうそうちょっと僕らのテーマとはちょっと色がな違い、ね、緑は緑でもちょっと違ったんやな。そうこの棚の下とかも気になるな。こうやっとく、うん、結構カスが溜まってるな、この辺とか。やりだすとね、やりだすといろいろ見えてくるもんな、キリなくなっちゃう、キリなくなっちゃうよねよし、だいぶ汚れてるすげえ私が作るときに飛ばしてんやん、うまいキャベツっぽいの落ちてるすいませんめっちゃつく、うまいな、払った方が早かった、うまい、しかも絨毯のこの黒いのが取れてるな。そう、これが抜けるだいぶ毛羽立ってきたのか、あんまりいい絨毯じゃないんで。ああ、そうなんや、うん、毛が長いやな。そう、あの若草色のやつはめちゃくちゃいい絨毯やって、うん、ああそうやな、でも若草色やねな、完璧なんです、完璧よし、で向こうか、すっきりした、足元、うん、ハケが、ね、ハケです、ハケですね僕2種類持ってて、柔らかい方と、そう、ここちょっと車体とか、あ、傷つきやすいとこよ、まあこれで入って、そうで、こっち、うん、樹脂とかは、うん、新手です、 あとこれあのその焚き火台とか、あ、うん、これ僕焚き火で洗わないんで、うん、ただ払うだけの時にそっちに使って、そう使ってる、あとこういうとこ足元やな、うん、掃除します。そう、こういうとこでこ、まあキャンプというか、うん、キャンプ場でやると絶対こうなんだ、ね、なる、あと雨上がりとかすごいよな、うん、すごいことない、土と砂と、よいしょ、こんな感じ、こんな感じで綺麗だったな、とても綺麗になりました、とても綺麗になりました、あの散歩ですね日課の日課の散歩、今日は夕方に行こうか、ちょっと手がどっち行こう、どっち行きましょう、この間あっち行ったもんな、そうやな、今日こっち行ってみる、うん、いやいいね、いいっすね、そうや、違う道で散歩行った時にクモの巣でっかいなってんか、うん、あん時に言ってたけど、ああクモって逆さ向いてるやん、ああクモの巣で、うん、あれなんでやと思う、なんでやろな、なあ、みんな逆さ向いてこうクモの巣の真ん中になんか足向こう虫かな、いやそれ頭大丈夫頭血昇るやん足重視なんちゃう、足重視な、うん、細いもんな、クモだからむくまへんやかな絶対ないわそっから来てんやで、でもあれクモ膜下出血って、
え、どういうこと？雲反対向くやんか、うん、反対向いたら頭に血昇るやんか、うん、ほんでほら血管詰まって、うそ、そうなんて嘘？嘘です何やねん、嘘って聞かれてから嘘っていやでもそれな、きっと騙せるわ、なんかありそうやろ、騙せる、はいはい、ちょ雲って、うん、雲の巣に張ってる時って、うん、なんかひっくり返ってるんですよね、ひっくり返ってる、頭下でな、あどういう体勢あれ、あれなんでなん、聞いたよだから聞いたよ、まあこの知らんもんと知らんもんと会話ってこんなもんなんですよねもう先進まへん、ムチ同士の会話なんですよなんでな、なんでな、なんでな、なんでエンドですよ、ムチ同士の会話ってどっちかなんですよね、あの一人が嘘つくか嘘、うん、適当に、そう大体僕の方なんですしかもなんかまともっぽいこと言うから信じるやん、ぽいやろ、うまやん、いいね、ぽかったらいいね、ぽかったらいいの、受け継いだ情報を人に言ってまうで気をつけないそもそも雲膜下出血自体あんまりよう分かってへんから、ね、まあまあまあ、いやいいっすね、いいっすね、何と言いますか、散歩っていいっすね、散歩っていいよな、なんか素通りする景色も車とか、うんうん、素通りする景色もこう歩いてるといろんな発見があるし、そうやな、面白いよな、雲とかな、そうそうそう、うわこれ何みたいな、うん、あるね、あるね、うん、自分自身の発見とかってどうや、どういうこと、歩いてる中であ、うん、俺って散歩するとこうなるみたいな、ああ俺って散歩すると嘘つきないつもや散歩だけちゃうわ2分前に気づいた、エンドレスや常やで、気づかされた、あそうなん、うん、常やで、常かそうそう、散歩がそうさすんちゃうで、あそうなん、せや残念ながら散歩歩いた忘れですね自分が嘘ついたことを忘れる怖いな、散歩だけにね、散歩だけにね、はい、え、どういうこと、散歩だけに、散歩歩いた忘れるって、ああそういうことか、散歩だけにね、あそういうことな、はい、はい、あんま分かってもらえないんですよ僕はね、こうたまにね、うん、まあ、今のはちょっとあれですけど、うん、たまにうまいこと言うときあるんですけど、タオさん分かってくるのかな頭がついててない、そう、ほんまにねポーっとしてるからねおーすごいいい景色やね、おーここから、さあここでカメラ、うん、三脚スタンバイしてるっつうけど、あそう、こう見えんにゃ、こう景色、へえ、なるほどね、こうやって見渡せるんやな、ここ景色いいね、ここむっちゃいいな、ここはダルマゾーンではないんか、いやでも見えるで、うん、ここめっちゃ綺麗に見えるやん、ここ眺めいいね、ここ眺めいいな、うわすげえ崖なんてうわ怖っ、ごめん高所恐怖症なんでねこの距離感どう、え、この距離感どう、ちょっと怖い、どういうこと、この崖の距離感怖い、いやここは怖くない、これは大丈夫これは大丈夫、足元が透明とかやったら怖いんちゃう、あのこないだ海、うん、海沿いこう座っててんか、あの、うん、夜夜夜、うん、あん時はちょっと何やろな、あんま高ないのに怖かったりする、はいはいはい、なんかあんま基準がよく分からへん、へえ、高くても大丈夫な時と低くても怖い時が、人が押さ、人に押されそうで怖いとか、あ、あるある、なんかこう持つとこもなくってとか、あ、それやわ、そういう感じ、そやねん、いきなり後ろから人が来て、うん、押されんちゃうかって思ってんねん、うん、だから怖い、何があった、そうだから怖いねそれどういう、なんかトラウマなの、世の中俺だけやったら怖ないねん、いくら高くても人がいるから、そう、だから押される気がして怖いね、うん、いつからそんな気持ちで生きてんの、いやすっげえ若い時から5時かな、いいですね、わ切な音楽流れ出した、いやいいね、うまや、おお、めっちゃ落ちてる、うーわ、カラスか、カラスと一緒に帰りましょうやで、 なんでカラスにしたんやろな、あれ夕焼けの時に泣いてるしちゃう、うん、あそうなん、うん、コウモリはもっと遅いもんな、コウモリはせやな、なあ、そっか、
スズメでもない、まあ、カラスっていう名前から、うん、あのほらなんちゃらから巣に変えるっていう、カラス嘘燃えていや今のでもめっちゃいいコメント返しやで、コメント返しなんていうの、初めにじゃあコメントしたやつ誰やなんていうの、誰に返してなんていうのいや今の素敵な返しじゃない、あそう素敵武田鉄矢的な、ほら素敵やん素敵そういいやん、ちょっと武田鉄矢まあええわ、まあそこはええ人という字はってまあそこはええわこういう散歩するとね、うん、嘘つきになるんですよ、ね、もともとやって悪化すんやろ中古ですわ、はい、Rage on that beat, going crazy.